今回の東京オリンピックでサッカー以外に注目した競技ありますか？いや、いっぱいありますよ。いっぱいあって、柔道とか体操、スケボー、あとバスケットとかもそうだし、フェンシング、アーチェリー、あとあれも面白いなと思いましたね、 3-on-3 のバスケかな、あれは結構面白いなと思いましたね。いろいろもちろん興味湧いてみてました。